宇宙一のディテクティブ幽霊探偵実況プレイ、皆さんこんにちは、わらにです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はね、初めてということでいろいろねちょっとぐだったりもしたんですが、なんかこのゲームは結構ノベルより、あれ前回も言ったかなちょっと忘れちゃったんですけど、会話が多分多くなると思うので、まあね、ゆっくりじっくりやっていきたいと思います。それでは早速、探偵七つ道具4、123はどうした123はどうした。ところで長時間あそこにいたから 夕飯を食いはぐれただろう。レイ君、お腹は空いてないかい。大丈夫ですよ俳優さん、僕には探偵七つ道具の一つ、チョコレート型手榴弾がありますから。発煙弾、照明弾などなど本物の爆弾が直行一かけら一かけらに手作業で真心と一緒に仕込まれているというこの一品、超危ない。しかも何個か本当に食べられるという憎い演出。僕アンジの、アンジ、あーなるほどね、あの美味しいチョコメーカーの反対版みたいなねそういうやつね、パロね、大好物なんです。チョコ美味しいよね。うん、いい解説をありがとうレイ君。でも私はそれを二度と食べないようにときつく言っておいたよね。そうですけど、この間間違えて発煙弾を食べそうになったのはどこの誰だい。私は肝が潰れるかと思ったよ。だって美味しそうだったんですもん。でもうちょっとなんか、なんだろう、わかりやすくさ書けばいいのに、字とか全く君は本当にアンジの板チョコレートに目がないね。ほらこれをあげよう。あ、アンジの板チョコレート、あゆさんどうしてそれを持ってるんですか。君のために常に持ち歩いているんだよ。役に立ってよかった。ツンデレ、ツンデレなのかな、あゆさん。だから最近の、あ、だから最近コートのポッケが汚れてるんですね。チョコレートは溶けるんですから、ポッケに入れるのやめてください。洗うの僕なんですからね。もうアイユさんって時々常識ないですよね。大人としてダメですよ。はい、すみませんでしたどっちが年上かわかんないね。はい、じゃあ探偵七つ道具5。アイユさん事件です。どうしたんだい、レイ君のパンツが盗まれたのかい。そんな変態がいんのかこの船に。そんなことあるわけないでしょ。何寝ぼけたこと言ってるんですか。僕が取っておいたおやつが一口食べられてしまったんですよ。レイ君、何ですかその幼稚園児を見るような目は。食べ物の恨みは恐ろしいんですからね。レイ君は甘党だったりすんのかな。うん、そうだよね。で、何を食べられたんだい。僕のチョコレート型手榴弾ですよ。しかも核爆弾のところが、超危ないじゃんそれ。それは確かに大事件だね。恨みも深かろう。本当ですよ。まだ爆発してないってことは誰も食べてない証拠ですけど、どこかで誤って食べてしまったら、この船ごと間違いなくお堕落だね。早く犯人を探そうじゃないか、レイ君。でもどうやって、だいたい僕が肌身離さず持っていたのに、誰が盗めたんでしょうか。ちっちっち、こんな時に、ん?こんな時に探偵七つ道具の出番さ。これをご覧、レイ君。あ、それは七つ道具の一つであるサングラスじゃないですか。サングラス?なんか、近未来的な形してますね。あんまりこういうのないよね。お忘れかな、レイ君。これはカメラ、暗視、遠視機能の他に。そういえば、指紋のスキャニングまで来ましたね。その通り、早速チョコレート型手榴弾を出したまえ、レイ君。これでレイ君と私以外の指紋が出てくれば。めっちゃハイテクですね、この道具。そいつが犯人というわけですね。これは、誰だったんですか?称号完了、ミコ。ミコちゃんだ。ミコちゃんは前回ちょっと、頭の弱そうな子って言っちゃった女の子ですね。大変です。小柄な彼女が誤って食べたらすぐに吹っ飛んでしまいますよ。早く助けに行こう。名探偵と名助手の名にかけて彼女を助けに行かなければ。はい、アイヤさん。これなんだろう、サブイベント的な何かかな。あ、でもちょっとまだ会話続けられるんで
6見てみよう。ミコちゃんなかなか見つかりませんね。一歩も動いてないですけどね。で、あゆさん何のんきに臭いタバコを吸ってるんですか。臭いタバコってこれは両切りキャラん？キャラメルじゃない、両切りキャメルといってね、大変歴史の実際臭いんだからしょうがないじゃないですか。ちゃんと真面目に探してくださいよ。すごく貴重なタバコなのに。私はちゃんと探しているんだよ、レイ君。喫煙者なんだね、意外と。どこがですか。ただ単にタバコを吸って暇を潰しているようにしか見えませんよ。いやいやいや、これを見てごらん、レイ君。あ、パッケージの裏が液晶画面になってる。何それ。見たところこの船の地図ですか。この赤く点滅している点は何ですか。レイ君、君の探偵マニュアルのペンをよーく見てごらん。え、ペンですか。あ、なんかペン先がなくなってる。そう、実はこのペンには小型の追跡機もついていてね、密かにミコちゃんにつけておいたのさ。用意周到やね。そしてこのタバコ型通信機で、この、その追跡機の軌道をチェックできるという寸法さ。いつの間に、っていうかなぜミコちゃんに。言動が怪しかったからさ。身も蓋もない。怪しいものは必ず事件を起こすからね。疑ってんのか。今回それが的中したということさ。さあこの点を追っていこう、レイ君。はい、あゆさん。え、7もあるぞ。見よう。見つけた。ミコちゃんそこ動くんじゃない。どこにいたの。はい、何でしょうか、あゆさん。ミコちゃん、僕のチョコレート食べてないよね。ギク、チョコレートなんて食べてないです。ギクって自分で言っちゃってるじゃないか。バレバレだよ。持っていたら早く出して。チェー、何ですか、レイさん。小さい男ですね。チョコレート一かけらくらいいいじゃないですか。それ食べたらやばいかんね。一かけらとかいう問題じゃないんだよ、ミコちゃん。大問題なんだ。早く出して。何ですか、食い物の恨みは深いってやつですか。しょうがない男ですね。ほら、危ない、レイ君。え、爆発？大きな音でしたね。びっくりしました。あれ、生きてる？どうやらそのようだね。あ、アイエさん、このチョコレート。おや、照明弾だね。なんだ、じゃあ核爆弾は僕の見間違いだったんですね。よかった。よくよく考えたら核爆弾なんか入ってるわけないですよね。あれ？じゃああの大きな音は何だったんでしょうか。あれ、なんか落ちてます。裏蓋が取れてますけど、懐中時計みたいですね。ああ、私のだね。ほうほう。あゆさん、腕時計もしてるのに懐中時計も持ってるんですね。いや、これは時間を見るようじゃなくてね、7つ道具の1つなんだ。ストップウォッチ的な？このリューズを引いて右にひねると録音ができて、差し込んで左にひねると、ああ、レイ君、大きな音の正体はこれだったようだよ。なんだろう、ボイスレコーダー的な機能もあんの？え、どういうことですか、あゆさん。ほら、こういうことさ。うわぁ、さっきのと一緒です。一緒の音です。左にひねると最高音質なサラウンド再生機能にもなるのさ。いいな、それ。前回映画の追跡爆弾し、爆発シーンで使った時のままになっていたようだよ。おぉ、あの音がかの悪名高い遺跡爆発音なんですね。遺跡が爆発してるにしては小さい音とか、なんだ、物議を醸して、もう読みにくい。醸している爆発音も船の中ではこんなに大きく聞こえるんですね。新発見でファン大感激です。君は実に運がいいよ。さて、これにて事件は完全解決かな。あれ、あゆさん。この懐中時計の後ろの蓋の内側に何か書いてあるみたいですよ。なんだこの数字の羅列は。読まない。めんどい。あ、数字だろ？アンティークショップで買ったんだけど最初から書いてあったんだ。何かの金庫の暗号かななんて。あ、ミコ、それの答え知ってます。大昔に流行ったおまじないの類ですよ。え、そうなの？どういう意味なの？
ヒントは、アメ土の歌です。なんだろう、アメ土の歌？何それ、何の歌なの？レイさん、それでも宇宙探偵の助手、かっこ仮なんですか？自分で考えてみてくださいよ。またなんか、かっこ仮って見えた。うんうん、いい頭の体操になると思うよ。あゆさんは分かったんですか？とっくの塔にね、サーレイ君これをあげるから考えてみるといいよ。はい、頑張ります。わーお、あゆさん、その暗号をあげるなんてやりますね。私はやるときはやる男だからね。ちょっと意味違くない？ちょっと意味違くない？レイ君なら解けると信じているよ。はい。ひでえ、この子。カッコ仮野郎、ガンバです。ガンバですよ。解けたらカッコ仮から、なんだ。全然わかんない。ボーラ。これ英語？わかんない。にしてやりますよ。かっこよく言っても結局カッコ仮ってことだよね、それ。もうバカにして、絶対解いてやりますからね。あれ、今の英語かな？あんま見たことないけど。いや、まだ会話できるし。待って、これもう会話だけでまた終わっちゃうよ。ふむ、もう休んでもいいし、船内を探索したいならそれでも構わない。私たちの部屋は地図で言うと2階の右上。はいはい。オッケー、わかりました。メニュー。記録しよう。だ。推理メモはまだなくて、所持品。地図見よう。これは2階の地図。左上が鳥の宮さんと高村の部屋。右上が、ミコちゃんで伊豆奈さん。あの博士は鳥の宮さんっていうのかな？コックピットとハッチは、ここ中には入れない。はあはあ。これが1階。一番大きい部屋がラウンジ。今いるとこだね。左下が資料室。コンテナルームは、一番最初行ったとこですよね、多分。じゃ、せっかくだから、ちょっと探索してみようか。こっちは何の部屋だったかな？高村。石場、ちょっと待って、ストップ。動くな。これ図書室？ふぅ、よかった。無事だったか。どうしたの？いや、資料室、資料室だ。の電子目録が調子悪いって伊豆奈さんが言ってたのを思い出してさ。片付けついでにちょっと直してやろうと思って、いじってたら部品転がしちまったんだよ。お前に踏まれる前に回収できてよかったぜ。そうだったんだ。高村が直すの？なんだよ、そんな目で見んな。別に壊しゃしねえよ。機械いじるのは得意なんだ。そういう意味で言ったんじゃないよ。こんなに精密そうな機械を直せるなんて、高村ってすごいなと思って。よせよ。おだてても何も出ないからな。かわいいな、なんかみんなキャラ、かわいい。って、なんか前にもこんな会話しなかったか？そうだっけ？質問に質問で返すな。ああ、もういいから出てってくれよ。掃除の邪魔なんだよ。わかったよ。失礼しました。っていうほど真面目に掃除してなかった気がするんだけどな。はいはいはい。これ多分あれでしょ？休んでもいいしみたいな。はいはいはい。で、今度こっち行く。あれ？ドアが開かない。ああ、ミコちゃんがいたずらしないようにと高村くんが閉めていたよ。いたずらって、鳥宮さんの部屋を覗き見するとかそういうことなんだろうな。なるほどね。やりかねませんね。んで、ここが、みんなそれぞれの部屋ですよね。違う、何度言ったらわかるんだ。そこに B を代入したら求める値が全く別物になってしまうだろう。やっぱこの方、鳥宮さんですね。ブーブー。でも博士、ここに B を代入することによって、求められる値は次の例題に応用できますよ。む。そしたら、わざわざ解くまでもなく、次の例題を丸々スキップできるじゃないですか。
最終的に求めないといけない値はこの例題の解ではなく4つ目の例題の解ですよ。スキップ上等じゃないですか。まあ、意外と頭いいのかな。いえ、意外ととか言っちゃったけど。博士、どうですか。ミコ、今度こそ合ってますよね。ふむ。非常に惜しかったが残念だな。次の例題をよく見てみろ。ミコの完璧な演算のどこに狂いが。次の例題最後の一文を読め。4問目で求める解に条件が一つ足してある。ググあー、またやっちまったです。あー、博士のキスが。なんだこの子、テンションいつも高いな。このこんな役立たずのミコの頭の中パンしちゃえばいいんです。うわー。先ほど精神科に行けと言ったが訂正しよう。行ったところでどうにかなるとも思え。仲いいな、二人の世界って感じだもんな。そっとしといてあげよう。この二人もなんかなんだかんだでいいコンビっぽいですよね。あ、ちょっと待ってください。うん、また調べんだ。私もついていかないわけにはいかないね。君の活躍をしかとこの両目で見届けさせてもらう。じゃあ伊豆野さんとかみこちゃんの部屋ですね。こっちは特に。お、根っこグッズ。伊豆野さん、何根っこグッズって。わ、大きなモニターですね。どこが映るんでしょうか。伊豆野は船長だから外の様子でも映るんじゃないかな。なるほど、異常があったらすぐに察知できますもんね。はいはいはい。そんじゃあ伊豆野さんに話を聞いてみよう。確か伊豆野も、伊豆野じゃない、石破も推理小説が好きだったな。はい、大好きです。伊豆野さんは何が一番好きですか。私はそうだな、なんて読む、蛇原骨太郎わかんない、の十一角館こと密室連続殺人事件だな。読めねえよ。やたら漢字が多い題名ですね。どういうお話なんですか。とあることに呼び集められた一癖も二癖もある11人の男女、待ち受けていたのは11角館。合ってんのかな。あ、熱い。そして嵐により閉じ込められた亀じゃないよ。もう彼ら、その混乱の最中、最初の犠牲者が密室の中で発見される。どこかで聞いたような。次々と殺害されていく男女、果たして救助が来る前に主人公のカップルは島から脱出できるのか。そして意外な犯人とは。でもお約束だと分かっていてもこの胸の高まりは抑えられない。ああ、犯人が主人公の恋人である女だってやつだね。この間読んだよ。言っちゃっていいの、それネタバレじゃね。ああ、ネタバレや絶対。なんだい、君たちの背後にブリザードが見えるけれども。それでも。はい、貴様は探偵か。エターナルフォースブリザード、なんかすげえ必殺技みたいに出てきたけど。ひー。ああ、なんか伊豆野さんもなかなかノリいい感じというか、好きなことには熱くなれるタイプですね多分。よし、もう記録する どうしようかな。休もうか。もう多分行けるとこないと思うし、休みます。賢明な判断だレイ君。体力が基本じゃなくてだからね。しっかり睡眠をとって明日に備えようじゃないか。おやすみレイ君。おやすみなさーい。寝つけない。旅行に来るといつもこうなんだよな。神経質なタイプなのかな。神経質？うん、繊細。はあ、あゆさんにニヤニヤされるのなんか気にしないで枕持ってくればよかった。寝られない。仕方ない、ちょっと散歩でもしてこようかな。お、これなんか前回編集してて気づいたんですけど、時刻とか映ってますよね。映ってる？違う変わってる。
ああ、もう日付変わっちゃってるんだ。最近夜更かし気味だったせいもあるかもしれないな。眠くないや。おや、レイ君どうしたんだい？ちょっと飲み物もらってきます。空気が乾燥してるのか喉が渇いて。あ、あゆさんの分ももらってきますね。コーヒーでいいですか？寝られなくなっちゃわない？私はね、コーヒー飲んでも結構すんなり寝ちゃうタイプなんですけど。うん、コーヒー美味しいよね。レイ君は本当に気が利くな。そうだね、お願いしてもいいかな。監督への報告書作成もまだ時間がかかりそうだし。わかりました、お疲れ様です。じゃあちょっと行ってきますね。気をつけて行っておいで。寄り道しないで帰ってくるんだよ。あ、わかりました。また子供扱いして。はあ、まあいいや。あんまり遅くなるとあゆさんがそわそわしちゃうから、適当に頃合いを見て帰ってこよう。はいはい。じゃあとりあえずどこに行けばいいのやら。ラウンジかな。探索してみよう。お、鳥の宮さんがいる。よいしょ。あれ、鳥の宮さんまだ寝ないんですか？考え事ですか？騒音がひどい。70デシベル程度の騒音だ。あの中で寝られるやつを私は人間だとも認めない。騒音ですか？まごうことなき騒音だ。私は特に神経質な方ではないが、あれはない、ひどすぎる。いびきとかかな。なんとなく想像つくような。船の柵受け、仮受け、柵受け先のクルーでなければ今すぐだだ。あ、飛ばしちゃった。宇宙空間になんたらかんたら。鳥の宮さんにそこまで言わせる騒音ってどんなんだ。ちょっと気になる。うん、私のことはいいだろう。お前は何をしている？あ、いえ、寝つけないので散歩がてらコーヒーを。コーヒーな、いいだろう、私が入れてやる。どうせしばらくは部屋に戻れないだろうから用意しようと思っていたところだ。本当ですか？ありがとうございます、助かります。実は僕、機械全般の扱いが苦手なんです。事務所で入れる分には自分で全部入れているから大丈夫なんですが、どうもコーヒーメーカーってなれなくて。うん、言っただろ、ついでだ、礼などいらない。優しいな。そうだな、コーヒーを入れるまでまだ時間がかかる。ここでうろうろされても目障りだ。散歩でもしてこい。目障りってはっきり言う人だな。そうですね。じゃあもうちょっと船内をうろうろしてきます。仕方ない、行ってこよう。いや、でもなんだかんだ言って優しい人じゃないですか。で、気になったんだけど、このピアノ弾けない。ピアノ弾きたいよ。よし、じゃあどこをうろうろしてこようか。資料室行く？高村がまだいるかも。あ、いた。あ、違った、伊豆名さんだった。全然違った。いや、石場、読みたい本があったら自由に持って行ってくれて構わない。推理小説愛好家同士、仲良くしようじゃないか。この辺にあったりするのかな。あ、登れない。ちょ、特に何もないのかな。よいしょ。じゃあ右の部屋行ってみよう。お、開いてる。ミコちゃんがいますね。そう、キョロ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 、ニー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 。はあ、しばらく高村さんのマークがこいつから外れましたよ。まったく、あの、下粉、古粉。真面目なんだから。おっさんって言おうとした？高村いくつなんだろう。伊豆名さん、グッジョブ。伊豆名大名人様々ですな、ゲヘヘ。女の子がゲヘヘとかいう笑い方で笑うんじゃありません。ふふ、これは、ふご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 。すっげえリアクションしてるよ。何してるのかわからないけど、いや、だいたい予想はつくけど、ものすごい負のオーラが充満している。声かけようぜ。あの、ミコちゃん何やってるの？うやー、なんだ、レイさんでしたか。はあ、あからさまにホッとされている。お仕事中？にっしーしーしー、その通りなのですよ。どうやらこいつの調子が悪いみたいで。
あからさまに嘘をついてるが、後ろめたそうな様子は一切ない。すごい。なんだろう、開き直ってるというか、嘘がうまいというのか、何なのかわかんないですが。あ、レイさん、またまたミコに何かご用ですか？あ、いや、用ってわけじゃないんだけど、お取り込み中だったかな。お取り込み中もお取り込み中ですよ。今ちょうど携帯端末で探偵シリーズの新 CM が流れてたんで、撮ってたんです。この CM 活かしすぎです。仕事してたんじゃないのかよ。あ、アイエさんの新作の CM だよね、それ。最近バタバタしててまだ見てないけど。それはもったいなさすぎです。今すぐメルビクデブデブラチャンスですよ。もうダメだ。なんか、もう舌が空回りしてる。あ、お時間ありましたら今見ていきませんか？大サービスですよ。見ようよ、見よう。うん、見せてもらってもいいかな。合点承知のすけ。レイさん、なかなか話がわかりますね、にしし。なんだ、おっさんみたいな言い回しするね。じゃあ早速、どうせなのでこっちの大画面で見ちゃいましょう。ここに端末のデータを読み込ませてと。スイッチオン。おぉ。じゃーん、パチパチパチ、始まりましたよ。コスモ探偵、華麗に参上。はぁはぁはぁ。ナレーション、2年のブランクを超えて、あの感動超大作が帰ってきた。シリーズ最新作となる今回のタイトルは、なんと幽霊探偵最後の事件。風音に、なんていうものわかんない、に光る。最後の事件、その5文字の意味とは。言わずと知れた宇宙探偵アイユレイを主演に迎えながらの挑戦的なこのタイトル、まさしくシリーズの新しい幕開けにふさわしい作品となること、想像に難くない。シリーズの新しい幕開けなのに最後の事件なの？ちょっとよくわかんない。これはシリーズ脚本家自ら最高傑作と語っていたものの、過酷なアクションシーンやリアリティを厳しく追求した設定から映像化が不可能と言われていたものである。それをシリーズ初の試みとなる他枠、他惑星へのロケ、そして旧エルデ領内での危険極まりない遺跡探索によってついに完全映像化。ここ最近アユさんがよく泊まりがけでいなくなってたのはこれの撮影のためだったのか。俳優さん的なあれですね。放送開始は銀河標準暦で4月4日5時30分から。第2エルデ領内すべての惑星で一挙大放送。お見逃しのないよう、今からメモリースティックの確保を。これが CM ね。はあ、この最後のアイユさんがパーンと武器を構えてるシーンが本当にかっこいいです。探偵じゃないのか？アイユさんはシリーズ最高傑作になるだろうから、期待して待っていてほしいって言ってたよ。言われずともすでに期待値、読めない。そびえ立つこと山のごとしかな。なんだかんだであゆさんを褒められると悪い気はしないな。かわいいよね。宇宙探偵助手なたるもの、幽霊探偵最後の事件は絶対チェックしないとダメですからね。あ、わかってるよ。そうじゃないとミコ助手の座奪っちゃいますからね。あれじゃん、ミコちゃんには鳥の宮さんがいるじゃん。絶対見よう。あ、これもう見たね。何回もなんか、会話が見れる。けど、だいぶ長くなっちゃった。しょうがないなぁ、もうほんと。はい。これはもう見たしな。じゃあ次回は。もうね、全然物語が進まないんですけど。まあね、それも含めて、会話のね、今すごい楽しいって。もうね、読むの大変っちゃ大変なんですけど、すごい読んでて楽しいので、まあ、皆さんにも楽しんでいただければと思います。物語が進むのはだいぶ遅くなることかと思いますが、気長にお付き合いいただけると嬉しいです。それでは今回はここまで。また次回。